今度はゆうたくんお家に呼んでいい？思えば始まりはここからだった。私はゆり、幼稚園に通う娘を持つ母親だ。娘のホタルは絵本やお絵かきが大好きな子で、あまり外で遊びたがらず、誰かを家に呼んで遊んだことがまだ一度もない。友情の育み方にも個性があるし、それはそれで気にもしていなかったのだが。ねえママ、ゆうたくんを家に呼んでいい？ゆうたくんってお隣の？一緒に遊ぶ約束したの。よりによってゆうたくんか。私はシングルマザーであるお隣のさくらさんが苦手だ。というのも、このマンションに引っ越してきてからというもの。貸した DVD、そろそろ返してもらってもいい？え？あれくれたんじゃなかったの？は？だいぶ昔のだし、ボロかったからてっきりくれたのかと思ってたわ。あげるなんて一言も言ってないよ。困ったな。昨日売っちゃったんだよね。全然お金にならなかったけど。は？それも一度や二度の話ではない。幸い、一度旦那がガツンと言って以降、なんとなくお付き合いはなくなり、なるべく近づかないようにしていたのだが、ホタルがゆうたくんを招待するとは想定外だった。ママ、ダメなの？そんなことないよ。聞けばゆうたくんもホタル同様本好きで、とっておきの図鑑を見せてくれる約束をしたんだとか。母親はともかく、ゆうたくん自身は本当にいい子だから、子供同士の交流を止めたくはない。ああ、でも関わりたくない。って、あれ？あ、ゆりさん、今日ゆうたを預かってくれるんだって？ちょうど実家に行きたかったから、助かる。え？なんか嫌な予感がする。夕飯はこれ食べさせて。あとは適当に放っといてくれればいいわ。ゆうたおとなしいから文句言わないし。夕飯って何時に帰る気なの？てか実家ならゆうたくん連れて行けるでしょ？母さんが体調悪いみたいなの。病人のところに子供連れて行ったら迷惑じゃない。あ、やばい、バスが来ちゃう。じゃあよろしくね。嘘でしょ。おばちゃん、ごめんなさい。謝らないで、大歓迎だよ。ああ、ゆうたくんはかわいい。預かってしまったものは仕方ないし、ゆうたくんに罪はない。夕食にはハンバーグをご馳走し、ついでだからと風呂にも入れ、なかなか来ないお迎えをうとうとしながら待っていたのだが。ゆうたくん、どうしたの？苦しい。すごい熱。呼吸も変だし、救急車を呼ぼう。ゆりはさくらさんに連絡して。わかった。熱くらい平気よ。そんなのしょっちゅうだもの。放っとけば治るから気にしないで。様子がおかしいのよ。うちの子大げさだから。男の子なんだし大丈夫。下手に病院行くとお金大変だもん。それより母親の体調が悪くて帰れそうにないのよ。悪いけど帰るまでよろしくね。信じられない。万一どこか悪くて緊急手術とかになったらどうするの？救急車は呼んだよ。あとここにも電話しといて。結局さくらさんから連絡が来たのはそれから3日後のことだった。お待たせしました。今からさくら行きまーす。あなた、何を考えてるの？そんな怒んないでよ。体調悪い親を見捨てて帰るわけにいかないでしょ？ゆうたくんね、今迎えに来られても動けないわよ。え？どういうこと？寝てんの？3日前から入院してんだよ、このアホンダラ。今すぐ5分以内に帰ってきなさい。さもなきゃ高級自転車のサドルをブロッコリーに変えるわよ。救急車呼んだって。急性の病気だったのよ。電話も出ない、メールも既読無視。あなた、ゆうたくんが心配じゃないの？実際集中治療室に入るほどゆうたくんの症状は重かった。
こっちも母親の世話で手一杯でさ、寝れなくて大変だったのよ。へえ、不思議ね。さくらさんのお母様、3日前からゆうたくんに付き添ってるんだけど。へ、ああ、父親だったかも。お父様も一緒よ。ああ。くだらない嘘ついてんじゃないわよ。なんでゆりさんが実家の番号知ってんの？私が連絡取ったのはさくらさんの実家じゃないわ。元旦那さんよ。それこそなんで知ってんのよ。どうやらさくらさん、ゆうたくんの口からいろいろバレるのを恐れて面会を拒否していたらしい。それを信に思った元旦那さんが誕生日プレゼントの図鑑に仕掛けをしていたのだ。立派な図鑑だなぁと思って開いてみたのが幸いしたよ。あいつ、プレゼントの図鑑に連絡先書いてたの？お気に入りの本は必ず持ち歩く。そんなゆうたくんの癖を知っていたからこその仕掛けだ。で、あなたはどこで何をしてたの？私にだっていろいろあるのよ。若いしフリーだから男が放っておかないの。寝言は寝て言え。要するに子供を隣人に預けて男と旅行してたってことだ。呆れて物も言えない。子供を放ってデートに行きたいならユータの親権はこっちにもらうからな。よりいい父親をユータに与えるための努力です。母親から親権を奪えるわけないでしょ。それにユータはママが大好きなのよね。僕パパがいい。え、だって毎日パンばっかりだし、お風呂にも入れないし、台所は臭いし。ちょっとユータストップ。おい、どういうことだ。ユータくんの生活はなかなかハードだったようだ。そして後日、ユータの親権取られたじゃない。それはおめでとうございます。あんたふざけてんの？とんでもない。もともとの離婚理由がさくらさんの浮気だったというから、取られたというよりは正しい方へ移ったと言うべきだろう。めでたい。おかげで養育費をもらえなくなったのよ。子供手当も取られちゃったし、どうしてくれんの？それはもともとさくらさんのお金じゃないよ。ゆうたのものは私のものに決まってるでしょ。私、泣き寝入りはしませんからね。弁護士雇って損害賠償請求してやる。損害賠償？受け取る予定だった十数年分の養育費と子供手当分請求しますから。覚悟して待ってなさい。ビタ一問負けないわよ。案の定、相手にしてくれる弁護士はいないらしく、未だ訴状は届いていない。さらに、そういえば、さくらさんが旅行に行った相手、既婚者なんだってさ。え？向こうの奥さんにバレて結構な額の慰謝料を請求されてるって聞いたよ。で、元旦那に泣きついたんだって。養育費をくれって。ぶっ！その数ヶ月後、さくらさんは夜逃げした。家賃や光熱費が払えなくなったのだ。どこでどうしているのか知らないが、近くのスーパーで試食をむさぼっているところを見ると、いい暮らしはしていなさそうだ。一方、我が家ではゆうたくんが遠くに引っ越し、本好き仲間を失ったホタルが寂しそうにしていたものの。ママ、見て見て！ゆうたくんにお手紙かけた！ポストに入れてくる！ちょっと待って！それ郵便屋さんが悩むやつ！文通という楽しみを見つけたようで、今では大人には解読不能な文字でお互いやりとりしている。腹の立つ出来事ではあったけれど、一人の子供の人生が好転したと思えば、まあ、結果オーライだ。